ゲンナージ・イ・エドワールド・ビチ・ブールブリスは、ロシアの政治家。エリツィン時代前期の国務長官。同郷のエリツィンの側近として、県政を振るい、灰色の数奇教の異名を取った。ドイツ語に堪能である。1945年8月4日、ソビエト連邦ロシア連邦共和国の、スベルドロフスク州、ペルボラリスク市生まれ。ロシア人であるが、 ブルブリスというリトアニア系の名字は、第一次世界大戦の時に祖父がリトアニアからウラルに移住したことに由来するという。1962年から地元のペルボウラリスク市で電気工として働き、兵役を終えた後、スベルドロフスク市に移り、工場に勤務する。その後、ウラル大学哲学部に入学し、1974年に同大学を卒業する。 この間に、ソ連共産党に入党する。1981年、哲学博士候補の学位を取得する。1982年から、エリツンの母校でもある、ウラル工科大学で教職につき、同大学助手、助教授となる。1987年、ソ連最初の政治クラブ、討論の演壇を創設する。1989年3月、 ソ連人民大議員に当選し、最高会議議員にも選出された。1990年、ソ連共産党を離党する。同年1月、エリツィンロシア最高会議議長全権代表権、直属調整顧問会議議長となり、エリツィン最側近となる。1991年6月の、ロシア大統領選挙では、エリツィンジニへの選挙参謀として、 選挙運動を指揮した。かくて、エリツィン大統領が誕生すると、国務長官になる。1991年11月から第1、副首相を兼任、エリツィン政権内のナンバー2になる。1991年12月7日8日の両日、ベロベーシの森の陰謀と呼ばれるエリツィン、クラフチュク・ウクライナ大統領。 シュシケビッチベラルー市最高会議議長のスラブさん首脳によるソ連解体の筋書きを作った長本人とされる。このような政界の黒幕的性格から灰色の数奇鏡とあだ名される。しかしあまりにもラツワン化であったブルーブリスは敵も多くショック療法で市場経済をシャニムに導入しようとしたエゴールガイダルと共に ンエリツインジニエへの攻撃の矢表に立たされた。1992年3月、大統領直属顧問会理副議長に就任。4月に、第1副首相を解任される。5月に、大統領直属国務長官となるが、11月26日に、大統領直属国務長官制が廃止となる。同日に、大統領主席顧問に就任するが、 12月14日に、解任とエリツィンと、反エリツィン陣営の対立の狭間にあった。1993年12月の会員選挙で、急進改革派の政治ブロック、ロシアの選択から比例区で、会員議員に当選する。しかし4ヶ月後、ロシアの選択から離脱し、無所属となる。その後、シンクタンク、ロシア戦略財団を創設し、 総裁に就任する。1995年、スベルドロフスク州、ペルボウラリスク小選挙区から立候補し、下院議員に再選された。2001年から上院議員。ありがとうございます。